もしもし。キリュウ、伊達だ。伊達さん。実は今、俺も偉人町に来てたな。少し顔を出してくれ、話がある。もし時間がねえなら、あくまで待つぜ。嫌に強引なんだな。お前、エンディングノートを作るって言ってたろ。それ聞いて少し思うところがあってな。俺も人生のやり残しを片付けておきたいんだ。そんな風に言われちゃ断りようがねえ。もちろんそう来なくちゃな。どこに行けい？ローズブロッサムっていうキャバだ。お前が来ることは店の門に話し通しとく。じゃあ待ってるぞ。よう、来たな。待ってたぜ。ありがとな。じゃあ俺は例の席に移るよ。あとはこっちでやるから。かしこまりました。ごゆっくりどうぞ。なんだ？どういうことなんだ？来てくれてありがとな、キリュウ。けど後悔はさせねえよ。そう願いたいな。向こうのテーブルにいるのは誰だ？伊達さんの連れなんだろ？さっきまで一緒に飲んでいた。ああ、できれば紹介してやりてんだがな。そうすると大道寺一派との約束を破ることになる。ん？どういう意味だ？あいつは太一だよ。お前が朝顔で面倒を見てたあの太一だ。何？あまりジロジロ見るなよ。向こうはお前が来ていることを知らん。いやちょっと待って、少し休憩。これ以上飲んだら帰れなくなっちゃうよ。いいよ別に。そしたら私が朝まで解放してあげるから。嘘？マジで？いいの？誰にでもこんなこと言ってるわけじゃないよ。タイちゃんだったらいいかなと思って。なんだよこれ。横浜最高じゃん。もちろんご存知だろうが、もう酒が飲める年だ。今は沖縄で消防士になってる。間違いねえ、太一だ。でもなんでここに？たまたま友達に会うために東京へ遊びに来ててな。だからちょうどいいってんで俺が横浜に呼んだんだ。つっても俺だってほぼ初対面みてえなもんだよ。間が持たねえからキャバクラに連れてきた。偉人町の女の子たちがお気に召したようだな。あら、俺が席移ったのも気づいてねえぞ。どういうつもりなんだ、伊達さん。俺は死んだことになってるんだ。あいつに会うわけにはいかねえんだぞ。あいつがお前と会ったってことに気づかなきゃいいんじゃねえか。え？だからこうやってこそこそ遠巻きにしてるんだ。本当は俺だってお前らに直接話をさせてやりたい。それでもお前がこのまま人目も会えずに死んじまうよりはマシなんじゃねえかと思った。伊達さん、お前は諦めが良すぎんだよ。今こうやって太一の姿を見てどうだ？やっぱり会わずにいた方が良かったか？死ぬまでにやりてえことには入らねえか。
太一のやつが消防士になったってのは知ってたよ。沖縄の他の子たちの近況もそれなりにな。だがもう二度とこの目で見ることはできないと思っていた。それを望むことさえできねえってな。ああ、だからよ、俺にとっての人生のやり残しはそのことだ。お前はもう人生に未練がないと思い込もうとしている。けど違う、それは単に自分の気持ちに蓋してるだけだ。そんなお前の本当の気持ちを自覚させてやれるのは多分俺しかいねえ。伊達さん、俺は大道寺一派がお前の死をでっち上げた時、指をくわえて見てるしかなかった。そのせいでお前は遥かや春と友人知人にも二度と会えねえ、近づけねえ。今でも何か他にやりようがなかったのかって何度もあの時のことを思い返す。俺から言い出したことだ。俺が死んでみせなきゃ収まらない状況だったんだ。伊達さんにできることは何もなかった。だがもうあれから何年も経った。今なら少しはできることがあるだろう。なんだありゃ。お、俺どうなってんだ。おい、なんでこいつにばっかりつくんだよ。こっちの席にも女座らせろよ。申し訳ございません、すぐに。当たり前だ、俺らだって金払ってんだぞ。ごめんなさい、なんか俺今日すげえモテちゃってるみたいで。だって大ちゃん可愛いんだもん。私ずっと大ちゃんといたい。本当に？てめえ何勘違いしてんだクソガキ。ニヤニヤ笑ってんじゃねえぞ。いけねえ、女の子たちにチップ弾みすぎたか。いや、大輝のやつを楽しませてやりたくてよ。まずいな、みんなだいぶ酔ってるぞ。もう分かったからちょっと待っててもらえます？すぐにそちらにも女の子つきますから。この舐めやがってふざけんな。ちょっとダメです、やめてください。暴力はダメですって。おい、よせバカ、お前が出てったら大地にバレちまう。頭きた、この女もう許せねえ。いい加減にしろ、そこまでだ。お前だ、大ちゃん。やんのかこれ。目の前で女殴られて引き下がれるほど大人じゃねえんだよ。おいおい、なんだよあれ。大地のやつできすぎだろ。本当だな。そう行くかよ。お前さっきから女独り占めしてんじゃねえぞ。あー、大ちゃん大丈夫？しっかりして、ちょっと。お客様しっかり。なんてことを。警察を呼びます。うるせえ、全部お前らのせいだろうが。そこまでにしておけ。出ないと俺が太一の分をお返しするぜ。おじさん、こんなとこにおじさんが。おじさん、話せって。どいつもこいつも今日は面白くねえ。やってやるよクソが。なめるな、やってやろうぜ。私の番、仕留める。やるぞ、俺の番。向かうぞ。
まだ強くなれるだな。ひでえな、こりゃもうめちゃくちゃじゃねえか。どんな様子だ。よく眠ってるみたいです。気持ちよさそうに。ちょっと飲ませすぎちゃったから。そうか。お客さん？消防士になっただけのことはあるな。よく鍛えている。もうすっかり一人前の男だ。太一が目覚ます前に出た方がいいな。先に出ててくれ。後で合流しよう。俺はここの後始末をしていくからよ。すまね。おじさん。よう、目が覚めたか。災難だったな。すみません。そっか、俺酔っ払いに殴られて。あの後誰か来ませんでした？誰かって？もしかして桐生のことか。え、お前ずっと寝言言ってたぜ太一。おじさんおじさんってな。そっか、なんだ夢でしたか。キャバ嬢の女の子が殴られないように立ち上がったまではかっこよかった。何人も相手にして短歌切るなんざなかなかできることじゃねえ。ああいう勇気を出さなきゃいけない時は桐生のおじさんを頭に思い浮かべるんです。おじさんならどうするかなって。そうするとあんまり怖がらずに体が動くんですよ。なるほどな。そいつはいいおまじないだな。俺も今度から試してみるよ。ええ、ぜひ。絶対聞きますから。この店は神奈川県警の知り合いに教えてもらったんだ。一杯頼めば好きなだけいさせてくれる。今後偉人町ではここが俺のアジトだ。ん？それってしばらく俺もこの町に居座るよ。でお前のエンディングノートを充実させてやる。太一を引き合わせたのはほんの手始めだ。これからもじゃんじゃん横浜に人を呼び寄せる。いや、そんな真似したら大道ジッパが黙っちゃいない。今日はまだ何の苦情も届いてないぜ。それに太一にだってお前の生存はバレてない。つまり俺らは今も大道寺一派との約束を破ってねえわけだ。それはなんていうか、ずるい手を使っているのは承知の上だよ。だがお前に残された時間を考えりゃ何でもねえ。もしお前が止めたって俺はやる。大道寺が文句を言ってきたらその時考えりゃいい。さっき太一に会ってどうだった？やっぱり会わなきゃよかったか？俺にはそういう風に見えなかったぜ。お前はあいつに手を触れて感じたはずだ。この世界との絆はまだ脈々と息づいているって。確かにな。そいつはお前がこの世界を生きてきた証だ。太一とだけじゃねえ、他にもたくさんある。桐生一馬が歩いてきたのはそういう道だ。困難だった分実りも大きい。お前にはそれをじっくり振り返って味わう資格がある。俺は心の底からそう思ってるよ。また連絡する。春日のために動くのも結構だが、たまには自分のためにも時間を使うんだな。
伊達さん。ありがとうな。なんて言ったらいいか。言葉が見つからねえくらい感謝してる。俺は太一やあの子たちとは子離れをしたつもりだった。もう会うことができなくても大丈夫だと。だがこの耳であいつの声を直に聞いて、この目であいつの顔を直に見れて、こんなに嬉しいとは思わなかった。その気持ちだけで十分だ。ますますやる気が出てきたよ。